はいみなさんこんにちは唯一無二効果的合理的学習方法の大公開、えー、シンプルミニマムは寺西流の集大成っていうガイダンス始めてまいります、えー、担当はレック専任講師の寺西ですよろしくお願いします、えー、もう皆さんがこれを見ていただいている時にはもうもう 何日も前に、まあ、もしくは何週間も前何ヶ月も前に竹、えー、試験、えー、の、まあ、結果が出ていると、まあ、いうところですね。ですでそこでまずは、うん、見ていただいている、まあ、このガイダンスですね。でまずは、えー、全くの初めてっていう方のことを中心にお話をしていきますということですね。はい でまずはですね、えー、お時間が30分ですので、まあえー、端的な結論そういったものをしっかりお伝えしていこうと思います。でお手元の方にはですね唯一無二効果的合理的学習方法大公開シンプルミニマムは手なり支流の集大成、まあ、こういった、えー、レジュメの方をご用意いただきましてそちら見ていただければ結構です。でまずは他県、えー、試験ですね。えー、まあ来年度といいますか2019年度。 この場合はですね、えー、試験申し込みが7月、えー、大体ですね7月の、まあ、考えられるのは1日の月曜日から7月の30日確か水曜日ぐらいだったと思うんですがそれになりますですから7月中に、まあ、受験申し込みをしていただかなければならないということで実際の試験は来年10月20日が、まあ、予定されていますということ、まあ、これもあくまで予測なんですけどねされるであろう毎年第3日曜日、まあ、こういうことなんですね。はい。 であとはですね、他、え、県、ー、試験の特徴なんですが、まあ、去年の数字、ちょっとご紹介といいますか、2018年度の試験の、まあえー、数字を、まあ、お話ししておくと、まあ、合格者数が3 33, 万3360人、はいで、合格率が15.6%、合格点が50問中で37点で、いわゆる登録講習修了者の方、この方がですね、えー、32点。 45問中32点、まあ、5点免除者などと,などと、まあ、一般的には言われております。ということですね。はいでまずはですね、えー、このシンプルミニマム、まあ、ところで目指していくところ、まあ、そんなところですね、まあ、もう、えー、副題通りなんですが、えー、サブタイトル通りですねシンプル、えー、より、まあ、単純にそして少ない知識で、まあ、合格をしていただく。 で、えー、なかなかですねまあお仕事お忙しい方もおられますので、えー、原則的には、えー、週に一回という形で仕上げていきましょうということなんですねはいでただ、えー、週に一回なんですがうんその四月で実際スタートするんですがそれまではですねレックのスーパー合格講座という、えー、大体一日のまあ 水曜日とか土曜日日曜日で、まあ、教室によって各本校によって違うんですが、えー、2コマずつやる5時間、まあ、原則としてはやっていくものそれからうんあとはですね、えー、週に2回例えば、えー、火曜日と金曜日の夜から夜7時とか7時15分からスタートしていくもの。 まあこういったもので2コマのスーパー合格講座にももちろん、まあ、出席をしていただけるで、えー、シンプルミニマム水曜日始まってもお時間があり方とかスケジュールが、まあえー、ある方取れる方はですねそのままスーパー合格講座に出ながら、えー、シンプルミニマムの方にも出ていただけるっていうことなので、まあ、初心者の方であっても再チャレンジの方であってもどちらでも まあ受けていただけるっていうことになりますよねはいでまずは、えー、15%という合格率なんですが実はですね、えー、今年はですね26万5000人余りの申し込みがありましたねでしかでその中でですね受験者数、えー、21万だいたい4000人程度弱ですね4000人程度が受験していますですからだいたい5000人余りが ですから当日7月の10に申し込まれた方が10月の21日にはまあ欠席なさってしまう5万人余りが欠席なさると、まあ、こういう試験なんですね。で実際受けられる方が21万今年、まあ、2018年度の方は、えー、21万約4,000人、まあ、弱なんですね。 でこういったところで、えー、からすると、えー、33,360人合格率が15.6％まあ大変ですね15.6％ってピッとピンとこなければだいたい6人から7人に一人しか合格しない受験した方でですよねはいただですね、えー、この試験はちょっと他の国家資格と違う面が実は一つありますあくまで私寺西の試験ですけれどもね。 えー、これが一つありまして、えー、それはですね学習しててられいいいいなない方がいるととうことなんですねだからそこのところを少し頭に置いていただければ結構かなっていうことなんですよ。大、え、体、ー、いいですね21万人の中で14万人からですね15万人ぐらいは大体、えー、いい過去問題集と呼ばれるものこれをですね、えー、どういうんですかね 回程度さらっとししてしまうこの程度の過去問もやってられない方が結構おられるんですよね。でその方たちが 14, 5万人おられますということは実質一定量、まあ、レックでおすすめしております、えー、一定量の勉強まあ具体的に言えばですねだいたいあくまで試験ですが、えー、1回、えー、そういった例えばレックの方でしたら「ウォーク問」という過去問題集があります。まあ、項目別 もちろん中身も、えー、各単元ごとに、まあ、組まれておりますでこの問題集がだたい500問余りこれをですね、回回から3回以上、まあ、これも、ね、人によって違うんですね、えー、やっぱり質が高い方過去問のやり方で質が高い方はどうしてもですねこの部分は、えー、学習に差が出てきます。 ですからこの過去問をどう質を高めていかれるかっていうことがま合格の方法だと思っていただければいいですねでそれでもやっぱり1回からまずはまあできたら3回以上はやっていただきたいまあ、これも一概には言えませんがまあ、絶対量は絶対的に必要なんです過去問のまあウォーク問、えー、これを3回以上やっていただくそして質高く理解をしていただけるように 問題等のまところはご指導をしていくっていうことになりますでまずですね他県、えー、試験というのは過去問と同論点の問題が多く出題されればですね合格点が上がりますで少なければ合格点が下がる試験なんですねでそのことはお渡したレジュメのところの1ページにも、えー、文章としては載せてありますはいこういうことですよねはい、えー 他県試験っていうのは過去問と同論点の問題が多く出題されれば合格点が上がりますし、少なければ合格点が下がるという試験になっています。こういうことなんですね。はい、えー、まあこれが他県試験なんですが、過去問を繰り返し学習することは合格への近道です。ただですね、えー、講義に出席して知識を得たつもりでも問題に取り組み始めた途端高い壁を感じている方も少なくありません。 そこで私の講義ではまず何を覚え、何を理解していただくかね、合格に直結、何が合格に直結する知識になるのかね、これをはっきりと示していきます。そして何を理解することがじょう、まあ合格に直結していくのか、はい、基本となる知識を明確に示します。で次にですね、問題をどう取り組み、まあ知識を当てはめ、問題処理の手順を 身につけるまあここをお示してまいります奇問難問に惑わされず、えー、そういったレベルまで引き上げますこれはもう捨てもなんだとね。例えば今年のですね卓研試験2018年度の卓研試験で言いますと例えば卓研業法、えー、で、えー、問い31に今年の、えー、低廉な空き家等に対しての報酬という問題が出ましたでこの問題なんかは えー、受験した方のほとんどが30%程度ぐらいまあ30%程度しか、まあ、レックとかの統計上は、えー、取れていないんですね。でまあえー、そういったことになるとこれは合否に影響しなかったっていうことなんですがただ、まあ、こういった問題にあまり、えー、これはまあある意味難問と言えますよね。 まあ、レックでですね、えー、自分でし学習していただいたりした方でレックの速報会っていうのがございますそれに来ていただいてですね試験日当日に、えー、答えは出て合格推定点が出てきます。で今年の場合、まあ、2018年のの場場合合は37点、ね、でということなんですがこれ必ず毎年37点いるわけではありません、えー、年によってですね、えー、この点数は変わってまいりますのでね まあそのことも少しご理解をなさっておいていただければ結構かなということなんですよね。で、えー、と例えばですね2015年いわゆる平成27年の、まあ、3年前ですねこの時はね合格点31点でしたただし合格率は今年とあまり変わらず15.4%、まあ、近年も宅建試験は大体パーセンテージでまあ15%台で大体推移しています。まあ、概略的にはここうういうことですね ですからあまり難問とか疑問に惑わされないただ何が難問なのか疑問なのかがわからないとやっぱりどうしても、えー、どうですかねショックを受けたり試験中ちょっと頭が真っ白になったりしますよねですからそういったことはこれが皆さんが捨て物なんだ他の方たちもできていないんだこういったことがわかるレベルまで、えー、引き上げてまいります で宅建試験の難易度は先ほど言ったようなことなので少しその下に書いておきましたのでお読みになっておいていただければ結構かなっていうことですね。はい、それでは、えー、次にですね、えー合,まあ、合理的な学習方法こういったものをちょっと考えてまいりましょうということなんですね。で、えー、ちょっとね、うん、乱暴にこういうふうに書きました。えー「出るとコンパレード」合格者はこう理解しこう解いた。 まあ出るとこオンパレード本当かよっていうことですよね、えー。講義はわかるけど問題が解けないこういう方がね結構、えー、多いんですよ。ですから、えー、とですねまあこれからですね試験を受ける方もうまあ合わせて聞いておいていただいたらいいですけれども、えー、2019年度の宅建試験が再チャレンジいわゆる二、えー、度目二回目以降の方 特に言えるのは大体、えー、ですねよく巷で今年だったら37点なんですねそうすると36点35点34点33点うん32点で363534332点大体合格点から5点下がる5点までぐらいの方。 この方はよく惜ししかったったておっしゃるんですねじゃあ実際どうかでこれもあくまで推定ですし私の試験ですがそこにですねだい,たい5万5千人ぐらいおらおれるんですよその5点のところに5万5,000人ぐらいの方がおられる。ということは合格者が、えー、先ほど申し上げたように3万3,360人でしたからもう合格した方37点以上50点までで、まあ、50点の方おられるかどうかは別として。 50点までの中ではいいい、えー、万3千人しかいないんですよですからこの10まあ約4点ですかねここのところで3万3,000しかいないのにこの5点のところにですよ、えー、5万5,000人超の方たち強の方たちがおられると思って頂い,いたらいいです。でこれがいわゆるいかにですねこのゾーンを突破していくかですから31点だった年、まあ、平成27年 ま、のところですねこういったところでしたら、えー、31点でしたから30 29 28 27 26ですこの5点こういったところはね、まあ、いわゆる間のゾーンなんですよねでこれをいかに突破していくか、まあ、ここをちょっとね頭に置いてこれからのお話聞いてください。ね、ですからそういう方ってほとんどの場合ね講義はよく分かってられたんですが問題になると得点が伸びなかった。 でこのことを解決するのに、えー、問題が解ける得点し合格するということはどういうことなのかこれはですねこのシンプルミニマムという講座それから他の寺西のスーパー合格講座なんかでも言えることなんですが、はい、問題を解くためのポイントを覚えていくで理解をするということなんですねで。問題を解くためのポイントを覚えるって言いましたがこれは暗記とは違います。でですので えー、暗記をするのではなくて理解をし身につけていく覚えるというのはこういうことだと私は思っておりますですのでぜひしっかりと理解もしていただく覚えるただし覚えるということに関してリスクが伴います覚えたらどんなリスクがありますかねはいそうですよね、はい、忘れるもう必ず、えー、受験者の方はおっしゃいます もう覚えたんだけどすぐ忘れちゃうんだよね。ねはい。でもね、えー、これはね忘れるのは誰も同じなんです。で合格者と不合格者どこでわまあ、えー、分かれるのかというと忘れたら覚え忘れたら覚え重要なことを繰り返し覚えておられるっていうこと繰り返しなんですよね。例えば皆さんがタクシーに乗られてまあベテランのタクシー運転手さんがですね、えー、どこどこ行ってくださいって言うと えー、かしこまりましたってどのルート通ればよろしいでしょうかこここれとこれとこういったことがございますはいじゃあまあお任せしますじゃあ一番近いルートで参りますとか渋滞を避けれるルートで参りますこれはねなんんんんでで運転手ささんそんなにたくさん覚えてるんでしょうかやっぱりベテランですからベテランのタクシーの運転手さんは繰り返しそういっったことを通ってられるそういった道を通ってられるわけですよね。 そうすると何時頃が混んでてどこがまあ時間がかかって「距離はちょっと短めですがこちらが早いです」みたいなね「長めですが早いです」とか「ここは距離は短いですが渋滞をすることが多いので」とかこういったことは繰り返しで道を覚えておられるわけですよね。ですから繰り返しということは大事ただししし繰繰りり返返やって忘れ繰り返し覚えて忘忘れれ覚えるただそれがですね本試験の日にたまたま出た項目が忘れた場合。 それに対応するっていうことも考えとかなきゃいけないんですかね。ですから繰り返しやってコアな知識をしっかりと覚えていただく。まあ例えて言うならですね、だいたい全体試験範囲全体の二割程度のところ、コアな知識をしっかり百パーセント覚えていただく、理解していただく。そうするとね、だいたい八十パーセント、約四十点が得点できます。ですから四十点を目指してまあ学習していただければいいと。五十問で。 50点満点のうち40点を目指していただくっていうことになります。でここまで、えー、必ずシンプルミニマムといいう講座で引き上げてまいりまりす、えー。じゃあ何が、えー、そこの独、まあ、学などとの、えー、ご自分で学習されるとの違いなのかっていうとまずは忘れた時の準備ですよね。ですから忘れた時にまあ一つは考え方で解くとか、えー、そこには技術がちょっとあったりするんですね。 うん。例えばですね、えー、売買契約っていうね宅建業者さんがお客様の間に入って売買契約などをまとめていくっていう契約がありますここの契約書面が宅建業法という法律で決められておりますで、この法律の書かれなければならない書面、えー、宅建業法宅地建物取引業法縮めて宅建業法34条の2 の書面ここね記載事項がまあ表現によりますが9項目から10項目あるんですよ。まあテキストによって9項目で載せてあるものもあれば10項目で載せてあるものもありますが中身は同じです。はいそこでですじゃあこれ10項目全部覚えたとします。まあそんなに長い文章ではない1行程度とか半行程度なんですね。じゃあですよはいそれを覚えましたじゃあたまたま忘れたらどうするのか。はいこれね この書面は記載事項は省略できないってなってるんですよ省略できないってなってるんですよはい。ということはもし万が一忘れた緊急避難的ではありますけれどももし忘れていたら試験の時にはい本試験の時に忘れていれば、えー、省略できるかどうか、えー、記載しなくてもよいときたらどうでしょうかもう一つの問題は記載しなければならない 内容がその34条の2の書面かどうかは分かりませんが可能性としてこの2択というところまで絞って迷った場合は記載しなくてよい記載しなければならない。ということはこの書面34条の2の媒介契約書面の場合はですよ省略できないっていうことさえ覚えておけば可能性としては記載しなければならない。 こちらが「まるで記載しなくてよいは×だと考えるのがまあ技術といいますかね、えー、テクニックだということなんですね。ですから忘れた時の準備ももちろんしていきましょうということなんです。まず覚えていただくためにしっかり理解もしていただく。はいね、そういったところから、まあ、やっていただいてということになります。で実際の問題で、まあ、ポイントを見つけ出して考え方を身につける。そして ポイントを考え方に沿って「丸か×か」を判断していただくっていうことなんですね。はいで大体ですね何らかの理由でこの1番から3番までで、まあ、受験者の方たちではつまずいていることが多いと考えてます。はいですからその、まあ、内容としてはその解決策としては次のとりっていうことになってますね。はいそれはですねまずはこういったことなんですね。 はい、でこの内容としましてはですね解決策出題ポイントを極限まで絞ってしかもどの知識をどのように覚えればいいのかまでを講義内に覚えられるようにするこれが先ほど言った試験範囲が100%だとすればそこのうちの20%ぐらいのコアな知識をしっかりと大体ではなくてもう100%を覚えていただく。でまあ例えて言えば120%。 どういうことかというと趣旨であったりなんでそういうふうになっているのかこういったところもしっかりご理解をしていただけるようにまあ講義をしていきますし問題編集もしてままいりますで実際のポイントを見つけられるようにポイントを見つけ出すための過去問の分析そしてそういったものができるようになるような過去問を編集しております。でポイントは自分で抽出しまたは抽出してあげる、ね、抽出してあるですね。 ポイントから丸罰を判断していただく。自分で抽出するっていう訓練もいりますし、で抽出してあるポイントを見て丸罰を判断するということができるようなように過去問を分析編集徹底的に訓練していきますね。はい。で、えー、次にですね、今度はレジュメの方の3ページ見ていただければ結構ですね。はい。三ページのところ学習の前提としての 実践的手法の提案ですねでね割とですねえー、っとこういう方多いんですねそこの3ページ見ていただいてそちらの方ちょっとまあ、読んでまいりますねはいまずですね学習と同時に過去問演習を並行することこれがもう一番、えー、受験者にとっては大事なことなんですで、私はかれこれですねここにも書かれてますように30年以上他県講師やってますが初学者の人に多いのがある 程度講義を受ける知識受け知識が完成するまでは過去問演習を行わないというスタイルです。初めて法律を学習するのですからある程度知識を入れてから出ないと、まあ、えー、過去問演習の意味がないのではないかっていう方ももちろんおられるでしょう。このスタイルは一見正しいように見えて見えます。しかしですね、もしあなたが三年かけて合格しようという目標を立てているのではなく、一年で合格しよう 決めているのでであればですねこのスタイルは完全にちょっと1年では合格は難しいかなっていうことなんです。で,1年で合格するるなら抗議と並行して必ず問題演習をやるその問題演習も細かく言うと解き方がありますけどもね。で権利関係は特にしっかり図を書けるかどうか、えー。権利関係の問題いわゆる民法とかですね借地借家法それからあとは建物の区分所有等に関する法律。 不動産登記法、こういった法律はですね、全部大体おおむねですね、まあ、区分所有法と不動産登記法の2問これを除いて大体そのうちのですね、12問その2問を除くと14問出てきますから12問なんですがその12問のうちそうですね8問程度は ABC で出てきたりします。A がががどどどうううななっって、B がどうなって、B C がどう絡んでくるのか でどちらを皆さんが裁判官になったつもりでですね法律の規定などを当てはめていただいてどちらを守ってあげるべきなのかっていうことを比較していただく、まあ、これをですね法律ではですねなんか利益考慮測りにかける天秤ばかりにかけるみたいなことで利益考慮などと呼んでいますはいですけどそういったことをやっぱり問題をやってある程度理解をしていくですね そうすると、まあ理解は深まりますし、まあ、えー、過去問を過去問の演習を続けていくことによってですね、えー、重要部分が、えー、抽出しやすくなります。すぐに分かったっていう声もいただいております。はい。で、あとはですね、タケン試験、これに合格しない原因は次の二つ。じゃあ合格しない方法と言っておきましょうか。何を言ってんだこいつと思われますけれども、合格しない方法は簡単なんです。 えー、や,らなかやらなければいいわけですね何もしないだったら合格しませんでや,やるのはやったけどもやり方を間違ったやり方をするこれも、まえー、合格はしませんでは何をやらなかったのか何のやり方を間違ったのかいわば勉強はしたぜっていう方その勉強は過去問が中心でしょうか要するに過去問を解けることが最初に言ったように 過去問に論点が近くなりますとね過去問に論点がこれが論点だとするとこの過去問で過去出てきた論点これに論点2019年の問題の論点が近くなると2018年の試験のように高くなるんです合格点は。そしてここからこの論点から遠くなりますとね、はい、論点があまり過去問との論点と違う場合は合格点下がるんですよね。 えー、まあこういったことだと2015年のように、まあ、いわゆる、うん、31点点いう,ような点数が出てきますですから宅建試験は、まあ、こういうい試験なんですですから過去問をしっかりやってただただやっただけではなくどこがポイントになりどこが間違っているのか、まあ、例えば具体的にお話しすると、えー、例えば条文というね ものであると何々の場合何々まる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 何行あるか分かりませんが1行半ぐらいいろいろ書かれてての場合ってか前に大体状況説明なんですねこういう状況においてっていうことなんですで何々の時はと出てきたら大体そこが最終的な結論に例えばですね A は C に対してとか C は A に対して 対抗できる主張できるなんてちょっと難しく言うんですけど、えー、そういったところのポイントが入ってるんです。何何の時はの前に着目していただいたらいいんですね。そこに大した書いてあるのは例えば、B はねとか C は C が、えー、詐欺をも詐欺があったことを知らなかった場合、騙されたということをね、A さんが B に騙されて打ったということを知らなかった場合。 って書いてあったりするんですね知らなかった時はとかうん、こういう風に書いてあるそうするとそこがポイントなんですねですから何々の場合ってきたら状況説明そして何々の時はで結論こういうことなんですよですからこういったところの、えー、訓練もこの講座の中でしっかりしていただくことになりますということですねはいですからこういったところで まずは学習としては問題をやったらですねえ必ずえ問題をそこの分は必ずやっておかれる。で1回目なんかですとね軽くやっていいければいいんですよえ問題を読んで図が書ければ OK ぐらいでねでちょっと図もまだちょっと書くの時間かかるなまだ慣れてないんですっていうような方でしたらもうまずはその読んでみる。で図を書く。 といいいうこかからら解くののはそででもいいんですねだから1回目の問題演習っていうのは、えー、まずは読むことと、えー、どういうふうに出てくるのか読んでいただくそして図を書く A さんが売り主で B さんが買い主で C さんが転売を受けて、ね、さらに買った人ですっていうようなことそういった図を書いていただくいと。 えー、例えばですねこういったことですよね、えー、そこの3ページレジュメの3ページ見ていただくとですねこういうふうになっているかと思います。10年続けても合格しない方法、はい、テキストを通読熟読したパー100%の理解を目指しそしてその後にアウトプットって呼ばれるいわゆる、まあ、問題をやる問題演習をやるこれだとね問題演習の時間が少なすぎるんです。はい、で例えばですね 今皆さんが1週間前の晩ご飯を覚えてます晩ご飯何食べたか覚えてますかねという私自身も覚えていません。1週間前前何食べたたかなな、えー、これ当たり前なんですよねだったら何ヶ月も前にやった学習を覚えてます問題をいざ解くっていうことであれば覚えてないですよね。そうするとまた基本書へ戻って 読み直してっていうことをどん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 、えー、いわゆる問題をやる時間が少なくなくっていきますですからじゃあご提案としてはっていうことですよねそうすると4ページのところを見ていただくといいんですけどはい4ページでは合格に直結した勉強方法まずねインプットはい知識を得ていただくアウトプット 問題演習なんですねですから最初は学習勉強開始の頃はどうしても知識を入れていく理解をし覚えていくということに関してお時間がをかけていただく。だんだんん試験に近づくくほどアウトトプットの問題演習をしていく、はいはでポイントは学習開始時はですね学習開始時は、まあ、出るところを分かりやすく。 それから問題演習は基本を固めることに徹していただくそしてですね、えー、勉強が進むにつれて問題演習の量を増やしていっていただくっていうことになりますそして、えー、最後にですねシンプルミニマムの講義の特徴です最小限の努力で最大ですね最小限の努力で最大の効果、ね、を出しましょうそして、えー、先ほど言った大体合格点未満 の。三十五点。三十七点の合格点だったときは三十六からの五点ですね。以下。ここを。突破してしまいましょう。はい。これがね。結構大きな壁として立ちはだかります。で、ここを。どう突破していくのか。どう乗り越えていくのか。ここを集約したところで。直前期はまとめてまいります。ですから。 えー、先ほど言ったことのほかにもたくさん、えー、例えばですね分末分譲整合法とかですね、えー、いろいろな、えー、また問題を解くという技術の部分に特化したお話も講義の中でしっかりと、まあ、させていただきますで。そういったことも含めてですね是非、えー、このシンプルミニマムの方にご参加いただけることを願っております。 はい、それではですね、唯一無二効果的、えー、合理的学習方法大公開ということで、ちょっとお時間過ぎてしまって申し訳なかったんですけど、今回のお話はまあ、ここまでということになります。はい、どうも、えー、お疲れ様でした。ありがとうございました。